はようございます。今日は8月の25日日曜日、もともと福井県にいましたが交通の便がいい京都、それから大阪を回って、これからもう一度日本海側に戻らなければいけません。今私がおります大阪から日本海側には京都府福知山駅まで向かう福知山線というのがありますが、それで回るのではなく、これから少し西側に移動、姫路城のある姫路駅を通って、それから万丹線という路線で日本海側に抜けることにしました。その途中にある生野銀山、この間佐渡金山を見まして、それと並ぶ江戸時代から続いてきた重要な鉱山ですけれど、その生野銀山を見た後、さらに日本海側に抜けて豊岡にあるコウノトリのいる公園、それを見て海沿いに移動し、本日の目的地は鳥取の予定です。これからしばらくは山陰の旅となりますが、今日は山陰というよりは山陰に至るその道中を皆さんに楽しんでもらえればと思います。よろしくお願いします。兵庫県姫路駅まで来ました。これから先行く万丹線は関西でだいたい一番古い車両が走っている場合が多いです。この姫路の町の自慢は姫路城、世界文化遺産に登録をされた白いお城で、白崎城の名前でも有名です。町がこうバーンとねお城を見せるようにして、切り開かれていて、姫路駅にやってきたとき各列車から見ることができます。新幹線からでもちらっとだけは見えます。これを見るとね降りたくなるんですよね。だからよく姫路駅で降りてお城を見に行くことが私も多いものです。もう何回も見に行きましたけど、ちょっと前にリニューアルをされまして、それからはどうも白さを増したようです。また今回は訪れませんが、あそこに泊まっている新線に乗って訪れる立野はそうめんの町として有名で、イボの糸、これよくスーパーなんかで売っている手延べそうめんですが、この広告も姫路の街にバンと上がっています。今なんか茶色っぽい色ですが、夜になると怪しげな色に光ります。確か水色かなんかに。電車2両で運転をいたします。お手洗いは一番後ろの車で、車内は電車禁煙となっております。禁煙にご協力お願いいたします。終点奥にある生野銀山は西暦で言うと800年頃に創業したんですが、それから1150年間ずっと銀を取り続けて、昭和の中頃もうついに掘っていても元は取れないということで閉山してしまいました。今はもうただの観光施設になってます。でも見応えはあるでしょうけどね。で、そういうわけで歴史の長い町で、生野も相当昔から知られた地名だったようでして、昔のね貴族社会の面白い逸話があるんですが、泉式部という歌の上手だった人がいるんですが、その娘さんも歌が上手かったけれど、まだ幼かったので、いや本当に上手いのかどうか分かんない、それはもうどうせ親が作った歌を自分のだって発表してんだろうみたいな噂が広まっていました。でそれで親がですね、天の橋立て、この万丹線を登っていくと天の橋立ての方に行けるんですけど、に出張している時に、藤原氏の一人がですね、嫌味で、いやーお母さん今天の橋立ての方に行っちゃってますけど、娘さん歌作れますかね、大丈夫ですかねみたいな煽り文句を言ったわけです。そしたら娘の方が歌をその場で即興で作りまして、大江山幾野の道も遠ければまだ海も見ず天の橋だってというふうに言ったんですけども、この歌の意味をですねいろいろ解釈しますと、大江山というのは、大江山って2つあるんですが、この幾野周辺にある山ですね、幾野の道も遠ければ、幾野の道というのは現在でいう万丹線のことですが、幾野の道が遠いので、万丹線が、とても遠いので、もしくは、大江山を越えて行く野の道、山道がとても遠いので、2つの意味があります。
それも遠いので、まだ文も見ず天の橋立て、まだ天の橋立てに私は行ったことがございませんということと、あんたから来た手紙なんか読んだことねえよみたいな、そういう相手を適当にこうあしらうような、言い方、まだあなたからの文を見たことはありませんというわけですね。あの二重の書き言葉は前にも後ろにも配した、なかなか引き出たあの歌を、その場即興で作ったということで、あなたの実力は本当なんですね、お見それしました。藤原氏のおじさんもそこでは恐縮せざるを得なかったという、なかなかスカッとする話です。今一緒に来ている中村さんとも、ね、話してたんですが、佐渡はもうちょっとね平成元年ぐらいまでやってたんで割と最近の産業遺産という感じなんですけど、こっちはあの昭和の中頃に終わったこともあり、また観光開発が盛んなので、江戸時代とか、戦国時代とかそれぐらいをどうも中心に展示してるのかな。ちゃんとあれじゃないこれ、鉄道みたいにしたんですね、しっかりと。今見つけていただいたんですけど、この万丹線に沿って国道がありますが、明治時代にはもっと昔に馬車専用道的な、あの自動車専用道路みたいな高規格道路を作ったんだそうです。生野銀山で採れた銀を高速で、瀬戸内海側姫路に持っていくために、これですね、こういう鉄道みたいな感じでね、下の道路をこう盛り上げて上を馬車でバババーとこう走れるように作ったんだそうです。専用って書いてあるから普通の人は歩けなかったのかな。そう、これが当時の馬車道だということですが、なるほど、確かに田んぼの中に一個だけバーッとまっすぐ伸びた、まさに高規格という感じです。でもそんなに横幅広くはないですね、6メートルだそうです。この辺りは生野銀山の他にもいろいろ取れる鉱山があったそうで、生野とそれからこっちにも別の道があり、なんだ三小畑って言ったかな、それからこっちには、明延って書いてあるね、それ3つあったそうです。でどれも閉山してしまっていますが、特に有名なのは三小畑の線香場跡、佐渡に線香場跡があってね、上から見下ろしましたが、ここはあの昔2004年までは相当立派な線香場があって、その脇にケーブルカーインクラインの跡などもあって、いろんな人が写真を撮りに来ていたようです。で現在はこんな風に、廃墟同然になっています。ただ今回はこの辺り、789ぐらいの道をですね、私はずっとバスで来たわけですが、あの駅から5キロぐらいのところにある生野銀山、ここが多分普通の観光客に一番分かりやすいのかな。で中にも入ったんですが、こんな風にですね作業してる人がいます。まあ、こういうマネキンがいっぱい置いたんですけども、生野銀山ではこれらに対して銀山ボーイズという風に名付けまして、地下アイドルだと、まあ、確かに地下でやってるわけですからね、スーパー地下アイドルとして、売り出しているというか、まあ、あの要はネタでやってるわけですよね。あの多分元ネタは禁断ボーイズなんだと思いますけど、な YouTuber みたいな人たちもね最近ではそういうものに認めてもらえるようで、なんだかちょっとありがたい気もします。徳川時代に掘った穴だそうですが、この人が壁にですね今試し彫りをしているところなんだそうで、実際に当時から試し彫りをしているこの穴がですね、この辺りにはたくさん残されています。多分水道ではないと思うんですけど、掘って奥から湧いている泉、それで水を満たして祠を作ってるんですね。この中に入る前に先に資料館を見たんですが、佐渡島で皆さん見ていただいたから分かると思いますけど、それがね蟻の巣みたいになっている様を、断面から見ることができます。これで地下水をこう地上まで汲み上げて、みんなでみんなでリレーでこうやってるわけですよね。すごいことですが、地下水の汲み上げ排水、それだけで相当の人員が必要になっていたことがよくわかります。なんか映ってる人の半分ぐらいは地下水の汲み上げしかやってないですよね。織田信長、豊臣秀吉、そして徳川家康から幕府の直轄地として重要な場所として受け継がれてきましたこの生野銀山ですが、明治政府は、宮内庁の管轄になった後、払い下げになったのが三菱、今の三菱マテリアルだそうです。だから佐渡金山と同じように三菱系の会社として、ずっと運営されてきましたが、佐渡金山の売り上げが、当時の三菱の鉱山部門の 10% だったそうですが、この生野銀山は 25% あり、まあ、単純に佐渡の 2.5 倍儲かっていたということです。ぜひ佐渡の会と、ね、合わせてここを見てもらえたら、まあ、より楽しめるのかなと思いますが、まあ、ここも例によってめちゃくちゃ寒く、今の気温は13度、むしろ寒いぐらいです。佐渡と並んで近代日本を支えた重要な鉱山です。これは今空気を送っているもの、佐渡にもこういうのありましたね。これがないと奥の方空気がたまらずに窒息するそうです。あ、これを人が通ったんですよね。掘った、ああ
あへあ、こうやって掘るのか。あんまり大きい穴を必要以上に掘ると手間がかかりますから最小限というわけですけど、こんな過酷なことしてたんですね。佐渡にも見ましたけどね、こういう手作りの竹ポンプを使って下から上に組み上げる仕事。地下どんどん掘っていけばどのような場所でも地下水が湧きますんで、このような人がいないとたちまち水没してしまいます。だからね、このトンネルなんですけど、この説明をちゃんと理解できてればですが、この最初はこういう細いものを掘っていって、それから、自分の真下の部分を掘り進んでトンネルを広げるような形で穴を完成させていくみたいですよ。今ちょうど中村さんが立ってるところですが、ここもまた換気用の穴。あ、だいぶすいません。いえいえ、これがまた地表からですね、つながってまして、新鮮な空気を送ったり、結構こういう補助的な施設、補助的な仕事が多くて、まだ本格的に掘っている作業をちゃんと見てないっていうのが、いかに鉱山が手間のかかるものであったかを伺わせてくれます。草が生えているのはここに照明があるからです。コンクリですか。ああ、こっちは結構近代的なエリア。見学ルートはこんな感じでして、相当大きく全長で1キロほどあるそうです。閉山までここでなされていた作業の展示です。結構面白いんですけどね、これまた中村さんが全部見つけてくれて助かってるんですが、このスラッシャーという人がいますけど、まずここをダイナマイトか何かでバーンと爆破発破する。で、そしてガラガラガラとこう落ちてきたこの瓦礫を拾い集める作業、それがこのスラッシャー作業というようです。で、それをここにあるこの井戸に集めて全部ここに流し込みます。そうするとこれがどこにつながっているかというと、この地図が、断面図が面白いんですが、このスラッシャーの人がですね、この井戸にこう入れると下の方にずっと続いていって、そしてその下にはトロッコが待っているというわけです。そこにガラガラガラと乗せて、はい、あとは出発進行。これが分かりやすい。だからこれよりもはるか下の方にまだまだいろいろ施設が続いてるってことですね。このスラッシャーの人が下にガラガラガラといって届いたこのトロッコがこちらになります。これね、このだからこれが本物ですけれど、ここよりも下に、ガラガラガラと落とす井戸がある一方で、ここに落ちてくる井戸というのもあります。で、これがつまりはるか上の方にある坑道からこの下までこれが届いて、そして井戸からこれをガバッと下に開けて、このトロッコに乗せるというわけですね。これはなかなか面白い。佐渡にもなかったし、それぞれの鉱山で、別の見応えがあるっていうのが大変助かります。ここにある機関車、これはね、佐渡と共通ですけれど、やはり燃えないように蓄電池、充電式の機関車がトロッコを引っ張るようです。はい。また鉱石を落とすのに使って。ああ、なるほど。それから銀がここら辺に埋まっているというのを見つけると、そこから上にこう掘り進むわけですけど、それで掘り進んで上に垂直にできた穴を使って、その後できた穴を再利用する形で井戸とトロッコを連絡する縦の穴としていたというわけですね。うまく効率的にやっています。これがその掘った穴か。で、上下の坑道を移動するための人道、それがこのような状態です。火薬を持って、葉っぱの材料ですよね、火薬を持っている危険な人だというのが分かるように端っこを登っています。見ると木製で、相当昔からのものをずっと最後まで使い続けていたようです。採掘跡、サンドスライムを充填していると書いてありますが、この人道と、それから縦の上の井戸、この井戸以外の場所は掘った後一旦埋めたりして補強するんだそうで、それにはサンドスライムを使っている。多分そういうことなんでしょう。ちょっとね、展示が上級者向けなもんで私もわからないところがあります。垂直のはしご上まで登ってたぬき穴を覗くて、こんな骨を折れる作業、はしごを登るだけだって大変なのに、その中でこの格好で物を掘るわけですから、怖い仕事です。本当にそうですね。ダイナマイトの展示があるんですけど、爆破体験装置だそうでじゃあちょっとお願いします。いきます。はい。何何、なんか怖いやん、なんか怖いやんそれだけか、僕穴を開けたところにダイナマイトを詰めて、それで爆破するんですね。1回あたり約11トンということだから、トロッコ11両分が発破されるのかな。なるほど、壁を見ると小さな穴にダイナマイトがたくさん詰められています。
銀がまとまっているところを鉱脈というわけですが、あのちょうど1枚の板を立てたような状況でと書いてありまして、まあ、まさにこんな感じでね、これ地下をあの横から断面で見たものだと思ってほしい、上が地上で下が地下だと思ってほしいんですけど、まあ、こんな感じで埋まってますん でそれに沿ってババ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 バと掘っていくと、このような大きな空洞ができるということです。これは結構たくさん埋まってたんですね。ここに銀が埋まっていたのを順次爆破して、この下に並んだ井戸から順次下から落としていったので、このような空洞、それをまた横から見たのがこれだってことですよね。この大きな空洞を今上から見下ろしていました。銀の鉱脈がどこにあるかは分かりませんので、それは試し掘りをするのはやっぱり必要です。でこういう縦長のものでガリガリガリと掘る、これがボーリング作業、まあ、ボーリングってのは有名ですよね。温泉が出るとかね、地下の地層を調べる調査とかいろいろありますけれど、こういうものを横向きに長く差し込んで取れたものを見て、あ、ここにこれが埋まってる、あ、ここに銀があるんじゃないかということを確認するようです。校内を歩いていくと至るところでこういう合掌造りのものを見ます。これは落盤事故を防止するためですが、ここは特になんかいろいろ充実していて、丸太がぎっしり差し込んであって、なおかつ内側からはこの四方向を金属で持って支えているというわけです。湧き水は至るところにあります。秀吉もねここに出張で見に来たようです。視察ですね。羽柴秀吉がこの地に入った時、水を飲み美味しさを激昇し茶を立てたという由来がある。太閤水飲まないでください。立派な滝と手前に水に入れたベンチがあります。1年で3人ぐらいしか座らなそうですね、このベンチは。かなり綺麗なので意図的に整備したようです。なんでこれが坑道の中地下にいきなり出てくるのかよくわからないんですが、この脇にですねこんな感じ祠がありまして、多分観光用にこの祠を後で作ったんじゃなくて、もともと校内の安全を祈願してか何かでここに滝を掘っていたんでしょうね。多分ですよ。陸の銀山は佐渡に勝るとも劣らない素晴らしさ、面白い展示なんですが、ただね解説が少ないのでちょっと自分たちで推理していかなければいけないみたいなところもあります。私たちの見学したのはもうほんの表面でして、これから地下900メートルぐらいまで、すごいですよね、900メートル大体それぐらいまで降りていく縦の垂直な穴などもあるのですが、現在地こことなってますが、多分ね私はこっちなんじゃないのかなと思うんですけど、これこっちなんですかね、もしかしたら本当にここなのかもしれない。これからこの縦に降りていくための垂直のエレベーターリフト、そういったものを操作するための巻き上げ機がここにあります。これから一旦エレベーターのロープが上にうわーっと伸びて、でこれで一旦上に上がって奥の滑車がぐるぐる巻いてるのを見ますね。あそこに引っ掛けてから、地下までそのロープを伸ばし、ここからその奈落の底までワイヤーでぐるぐるぐるとエレベーターを下ろしていくわけです。あ、ここで丁寧な改札をしてくれてるね。結構こうやってみると小さなエレベーターですけど、ここに牛詰めになってみんなで移動していたようです。左側を見るとこんな風にレールが埋め込まれているのが見えます。これ左側に来ているこのトロッコでして、地下で取れた鉱物を積んだトロッコ、それを地上までガラガラガラーとこのまま引き上げて、地上でまたそのまま移動させることができるようになっていたみたいです。銀山ボーイズたちがここにもまた並んでますが、地下での移動は徒歩ももちろん多いんでしょうけれど、それだけではなくこのようなトロッコ、鉄道を使った移動もかなり盛んになされていたみたいでした。示されてますけれど、これが鉱脈だそうです。まあ、ただの岩の中にしましまの部分がありますが、ここに価値のある鉱物、まあ、特に銀が入っていたそうでして、だいたいこの辺りだと、1トンにつき 580g の銀が含まれていたということです。まあまあ多分金に比べれば多いんじゃないでしょうか。でやっぱりこういうふうに銀を持ち逃げしてないかどうかのチェックというものはレアメタルですので厳しいということになります。昔ここで使っていたというか、多分普通にここが閉山するまで使っていたトロッコのレールの跡、結構こうやって見ると普通の鉄道と比べると随分ガタガタのようですけど、これぐらいだったら普通に走れちゃうんですね。いや面白かった。というわけで出口です。外も本日はそれほど暑くはなく、中でかなり体が冷えた後も快適に過ごせそうです。あ、そんなにやっぱり暑くない。アメリカやイギリスや
フランスの捕虜になっとった人でも300人ぐらいちょっとね、捕虜なんか入られへんやろ。ああ急にあの捕虜になってきたやつやろ。はい、それでそれ持ってあの田舎の魔人生物交換に来るわけで歩いて、あそしたらあの卵とか。本日の予算、最近ね再生数がだんだんと減ってきまして、まあ、この動画は結構みんなに見てもらえるんじゃないかなと今私は思ってるんですけど、だからそんな心配はいらないんですが、まあ、しかし、7200円となっています。あまり贅沢はできませんが、まあしかし今日1日生き延びるぐらいのことはできます。ちなみに朝ごはんはクロワッサン、お昼ごはんはちょっと早めに済ませまして、姫路駅のセブンイレブンで、サンドイッチを買ってきました。もうそれはね動画に映す前に全部食べちゃったんですけど、あとこれ、田島牛のなんかこうありますよね、ご当地ポテトチップスみたいなの中村さんと食べようということでね買ったんですが、これは440円、この手のものにしては安いと思います。ちなみに最後この銀山ボーイズなんですが、 YouTube チャンネルもありまして、見てみたらね残念ながらチャンネル登録148人、ちょっとかわいそうですね。通知はオンにしないけど登録者の一人になっといてあげようかな。これで私が宣伝してめっちゃ登録者が増えてたら面白いんですけど、どうしよう。あ、でも結構再生見ると万とか言ってるやつもあるんだな。ちょっとで動画映すと無断転載になっちゃうんでダメなんですけど、結構動画面白いんですよね。あの見る価値はね普通にあると思います。あの京都鉄道博物館とかでも動画撮ってるんで、まあよければ別に私が宣伝する義理はないんですが、でも面白いので皆さんも見るといいと思いますよ。でそのタクシーの運転手さんが昭和7年の生まれで、この生野出身、ずっと生野にお住まいということで、昔の生野の話をねずっと聞かせてくれて、かなり価値がありました。この生野駅では多分戦後の話だと思うんですが、大阪行きの急行列車が休みの日になると4両5両つないでたの、この駅からもうぎゅうぎゅう満員で乗れなくなるという話だったようです。それつまりあのこの生野駅からお客さんがそれだけたくさん乗るほどにぎわっていたということですよね。町のあそこには、旅館があって、ここには料亭が並んでいて、もう夜になれば三味線の音が聞こえて、そんな話もしてくれました。それから戦時中には、アメリカ兵が捕虜となってここに連れてこられて、ところがあの生野銀山は今観光用に広げている場所もあるけれど、昔はもっともっと日本人の規格に合わせて狭かったので、大柄のアメリカ兵ではその中で銀の採掘などの作業をつくことができない、だからしょうがないんで、銀山の周りでさつまいもなどを作らせるということもやっていたそうです。でもう終戦の頃になりますと、真っ昼間にアメリカの飛行機が飛んできて、普通にアメリカ捕虜のいる、寄宿舎みたいなところの上にドサドサと救援物資などを落としていくらしいんですが、まあ、その救援物資をもらってもやっぱりその中には足りないものもあります。でどういうわけでその頃できたのかわかんないですけど、アメリカ捕虜の人たちがあの普通にこの生野の町の人と物々交換をして欲しいものは補っていたらしいんですね。で例えば卵くれとかいうことをあの言うときにエッグとか言うわけですけれど、あの当時は英語教育というのがほとんど時代のあれからしてもうなされていなかったそうで、エッグも幾野の人たちは多分知らなかったんでしょうね。だから何言ってるのかわからない。だからアメリカ兵が鶏の鳴き真似コケコッコみたいなことをやって、それで幾野もああれは鶏の真似をしてるんだな、じゃあ卵持って行ってみよう、卵、ああ嬉しい、泣き真似をする、あ玉ねぎが欲しいのかな、玉ねぎもらえた、そういうことをねやっていたみたい。まあ、昔の人ってのは意外と敵の国だからどうこうってのはあんま何も考えてなかったっていうのもね実際にはあるんでしょう。もちろんみんながそうだったのかは私は知りませんし、あのそうじゃない人もいたと思うんですが、この列車はキハ41というんですが、あの変な顔してると思う方もいると思うんですけど、本当は2個セットだったものを切り離して無理やり1個にしてしまったというものです。反対側は割と普通の顔しています。もう私の乗る和田山方面の列車も来てしまうんですが、生野駅の東口もまたいいですね。これ古い建物、これが昔どうも旅館だったらしいということですが、普通の街に必要な機能が一通り揃っています。右側通行なもんでね、ホームで待ってる普通の観光客の方がこれ右側通行と左側通行、なんで逆なんだみたいな風に混乱をしていて、これもまた生野駅特有ですが、まあ、看板を確認すれば間違えることはないんですけれど、ちょっとでも慣れていると確かになんだこれはって感じはねしますよ。なんだこれはっていうか新鮮な感じがします。こちらまた坂道を上って今右側通行で入ってきたところです。
和田山駅に戻ってきました。これから先かなり長いこと日本海側の主要路線山陰本線を走ることになります。このようなオレンジ色のディーゼルカーに揺られることがほとんどでしょう。ここからもまたペラペラ側の適当に作った電車って言ったらあれですけどね、 JR 西日本はこういうものが多いのですが、ちゃんと使えて走っています。その付近では混雑時には携帯電話の電源をお聞きください。それ以外のさっきまで乗っていた万丹線も悪い路線ではなかったですけど、やっぱり山陰本線の方が早いですね。本線と名前がついているだけのことはあります。中国地方北側山陰を横に貫く重要な路線です。豊岡駅で降りたところですぐにバスが来るんだそうですけど、乗り場が分からなくて困ってたら視聴者の方が教えてくれました。結構ねそういうの多くあるんですよね最近では。助かります。この辺りおなじみの全丹バス、これに乗って鳥を見に行こうと思っています。豊岡市内では街の至る所にコウノトリの看板を掲げていて、豊岡へやってくる大阪からの特急列車にはコウノトリ号の名前がついています。このコウノトリは絶滅が危惧されている動物というよりも絶滅寸前まで行った、かなりですね今少なくなっている動物でして、コウノトリ里公園ではこのように保存飼育それに努めているわけです。こちらがコウノトリではありません。これはですねただの詐欺です。このくちばしの黒いのがコウノトリ、足が疲れるからですかね分かりませんが、フラミンゴみたいに片足ずつやっておりまして、あのように茂みに紛れています。あ、書いてる書いてる、ちょっと痒いんですねあれね。あ、痒いな、結構熱心にやってる、書いてるんじゃないのかもしれません。コウノトリ、コウノトリ、こちらはペンギンに見えますが詐欺です。豊岡ではもう江戸時代からコウノトリの保護をしようという意識が高まっていて、だから外国と比べても相当進んでいたらしいのですが、しかしまあどうしても開発に伴ってその生息数はだんだんと、巣を作ったり、まあ、住んだりするための木が減ってくるということで、どうもどんどん、数が減ってしまったらしいんですけれども、第二次世界大戦太平洋戦争の時には、特にそれが著しく数を減らしてしまったそうです。またさらに、食料なんでこの気象だということが分かっていてもみんな食べるものがないので、コウノトリを取って食べたりとかして、それでまた一層数は減ってしまったということです。韓国でも密漁とかそういったもので数が減り、中国でも相当数が少なくなり、世界的に絶滅が危惧されている動物であります。まあ、基本的に東のトキ、西のコウノトリみたいなイメージなんですが、どちらもですね、割と見た目は似ていて、また生息の数がどんどん少なくなっている、そのようなイメージ。トキに似てますよね。くちばしがこのように黒い、そしてまた羽が白いのがコウノトリの私が見てパッと見分けられる特徴。基本は渡り鳥ですので、まあ、外国にいるものと日本にいるものとで、なんか遺伝子的には違いがないらしいんですけれども、日本でも結構前に飼育下ではもう数残っているけれど、野生のものは全部絶滅してしまった、そういった状況にもなりました。でも割とここではその保護が進んでいるそうで、世界で初めてのコウノトリの放鳥をしたのもここ豊岡だそうです。結構こうやって見るとね可愛いイメージでしたが、くちばしが尖っていて目が鋭く、どちらかというと怖い鳥にも見えます。コウノトリが赤ちゃんを運んでくる鳥としてよく言われてますけれども、その話はなんで広まったのかということなんですが、お、ちょっと水に降りましたね。子供が生まれなくて困っている夫婦がいまして、まあ、今でもねそういう不妊治療というのはあるわけですけども、まあ、妊活というのかな、それで困っていた夫婦の家の煙突に、コウノトリが巣をかけまして、そしてまあせっかく向こうでも子育てをしてるんだから、じゃあ煙突は使わないで今年の冬は寒いけれども、頑張ろうよということで、そのままですね、コウノトリをそこに住まわせてやったところ、まあ、コウノトリは翌年になって無事に巣立っていったわけですが、その夫婦も妊活に成功、つまり子供がようやく生まれた、ああよかったこれもコウノトリのおかげということで、コウノトリが赤ちゃんを運んでくるという話にどうも元々はなったようです。まあそれが本当にあった話なのかどうかはよくわからないんですが、実際にはその鳥もまた、日本の話ではないので、コウノトリではなく別の鳥であったともされています。
何か足元に探し物があるんだな。よくあれでバランスを立てるもんだと思うんですけど、まあ確かに棒のようにまっすぐしてますんでね、あれだったらバランス感覚も問題ないんでしょうか。接続部分もかなり頑丈です。確かにね、これがコウノトリの巣らしいんですけど、これが暖炉の煙突のところにちょっと作れないですよね。まあもしかしたら何か工夫して作ることができるのかもしれませんけど、こんな立派な巣を作るそういう環境も最近では減ってきているので、まあ、この辺りで野生のコウノトリを見ることはあるらしいんですけれども、基本的に生息は難しいそうです。これはただここに来てるだけのアオサギ、コサギ、白いサギ。こちらはコウノトリの、これは剥製か模型か分かりませんが、もう時間がないのでそれを見ている暇もちょっとないです。ここでは8羽を飼育していて、それ以外、飼育以外のものはただここに餌を食べに一旦立ち寄っているだけだということでした。私が調べたところによると、100個以上卵を産んだような強いメスでも、その卵は1個も帰らなかったとか、ね、1個しか帰ってないとか、なんかそんな状況らしくて、相当コウノトリの繁殖ってのは難しいらしいんですけど、もうちょっと今度じっくり時間を用意してきたかったですね。アクセスはよく豊岡駅からバスで15分です。次は境町田んぼにはどうも電流が通っている柵が巡らされているようですけど、多分これもコウノトリの保護一環のでしょう。ご迷惑となりますのでご遠慮願います。お客様にご案内申し上げ、次は豊岡駅に戻ってきました。時間がなくてあまり見て回ることができなかったのは残念ですが、この豊岡はカバンの街としても有名なんですけど、あんまりカバンというのはなくて、とにかくいろんなところにコウノトリが、もう見ればどこにでもコウノトリ関連の何か書き物があるという感じ。鳥はおりませんけれど、コウノトリ関連のポスター、オブジェなどはもうそれはそれは至るところにあります。もうコウノトリをみんなで守っていくということ自体が豊岡市の一つの文化として長きにわたって受け継がれているからこその光景です。なぜ豊岡がカバンの街になったのかは知らないんですが、駅にあるショーケースではずらりカバンが展示されています。この鳥もそうなんですが、まあ私のイメージでは豊岡といえばカバンです。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。城崎温泉までは2駅で、その手前には玄武洞という駅があります。前にそれこそ一緒に中村さんと玄武洞に行ったんですけども、もうそろそろ見えてくると思いますが、玄武洞というのは変わった柱状節理の岩なんですが、そこまではこの川を渡る必要があります。でもこの辺りには全く橋がありません。自動車であれば迂回して回ればいいですが、鉄道で行く人は玄武洞駅で降りた後どうやって向かい側に行くのかということになります。ここら辺にある変わった地形が全部そうなんですけどね、ここまではね、あの反対側に渡し船を使っていくんですよ。結構近くで見るとこれは立派な眺めだと思うんですが、あの渡し船業者、向かい側にある玄武洞ミュージアムの方に電話をすると、船でこっちまでブルーっと来てくれまして、それは船舶免許が必要なんだそうですが、300円ぐらいで行く渡し船で玄武洞の見物をすることができます。ここの岩はもちろん玄武岩、玄武洞と言いますが、洞窟のように中奥入っていくほどではありません。一応私の知る限り船の営業時間は17時までとなっていまして、今日はもう訪れることができないから飛ばしましたが、なんか今ね船動いてたみたい。まあ乗れたんなら乗れたでラッキー。もしかしたらただ船の改装をしていただくかもしれません。次の駅が城崎温泉、豊岡、玄武洞、城崎温泉と、この辺りは3つ並んで見どころのある駅です。立派な城崎温泉駅です。ここでは20分30分ぐらい乗り継ぎの時間待ち合わせがあります。
まあ、からその程度だけ時間を使っていこうということなんですが、あの温泉もね、もちろんいっぱいあります。有名ですから入りたいんですけど、あのお金かかりますんでね。昨日の動画残念ながらあまり再生されておりませんので、あの7200円でしょ、あのこれはね、もうあと宿泊費ぐらいしかお金は使えないんですよ。まあちょっと赤字になってもまあ大丈夫ですが、でもあのあんまり好ましい傾向にはありませんので、お金はセーブしておこうと思います。というわけで、温泉という贅沢なのには入りませんけど、まあここにあの温泉タラであのこうあるわけです。熱っ。さっきあのポテトチップスをバラバラとガーッと流し込んで食べたりしましたので、手がぬるぬるだからね、するだけのお湯だったらまあ洗えばいいんじゃないかなと思うんですよ。城崎温泉のお湯っていうのはあの温泉街自体の雰囲気はとてもいいんですけど、お湯にはそんなになんか特徴はないんですよね。あそこに足湯もあって、これは飲む用ですんで、このベタベタの手だとあれだから、またちょっと後で考えてから飲むことにします。一般的に城崎温泉の楽しみ方は、泊まって、浴衣に着替えて下駄でからから、外湯巡り、共同浴場にいろいろはしごするというのが、みんな親しまれているそうですけど、私はそれはやったことがありません。この周辺の区域を観光して、今宿に着いた団体客もたくさん歩いているところ。城崎温泉といえばこの画角からの写真です。私の脇にもいろいろ撮っている人がいます。観光バスも大変そうだ。まあ、とりあえず城崎温泉でやることって言ったら、まあ私はここでこの画角の写真を撮る、それだけやっときゃ十分なんじゃないのかなって気がするんですが、どうでしょうか。いろんなね、旅館とかいっぱいあって、それからあの、立ち寄り湯みたいなのもたくさんあるんですけど、まあやっぱ普通の銭湯みたいな感じなんで、そんなに大量にじゃんじゃか入ろうという気にはなりません。でもね、私がさっき触ったこの右手なんですが、ポテトチップスの油でベタベタでしたけれど、今はもうツルツルになりました。確かアルカリ性の単純温泉だったかなと思いますけど、やっぱりそのおかげで、手も綺麗になっております。石鹸と同じ効果があるようです。なんでも観光地価格で値段が高騰している城崎ですが、オアシスのような価格でおにぎり84円とか出てますんで、これは買っていくしかない。でおにぎりをですね、安く買ったんですけど、あ、飲み物もそうか、今買ったから、じゃあ大丈夫か、ちょっと喉乾いてるからね、水分補給はこれでやろうと思ったんですが、まあ必要ないかもしれませんけど、温度がちょっと高いと思うんで水を巻き込みながら、うん、わあ、さっきはね、あのポテトチップス食べた後で気にならなかったんですけど、ものすごい塩分だ。ちょっとこれはあのあまり美味しくありません。まあ温泉って別に美味しさを味わうために飲んでるわけじゃないからいいと思うんですが、ちょっと水分補給って感じじゃなかったな。麦茶買って正解でした。慌ててカメラを回し始めましたが、城崎温泉から先、浜坂、さらに鳥取までの区間、海がよく見えます。今日は奇跡的によく晴れた日を手に入れまして、また夕焼けに染まる赤い海を見ることもできています。ちょっとこの角度だと夕日の沈む日本海とはいかないんですけどね、北向きの車窓になりますから。芝山は小さな入り江の脇にある駅です。もともとは列車が2つ止まれる駅だったんですが、片側のホームは廃止されまして、今はこのように昔の跡が残るだけです。日が沈みつつある中、着いた霞はカニの町です。兵庫県のこの辺りは全般的にカニが有名ですが、霞駅は特にカニを美味しく食べられるところ。駅の改札にもカニゲー。まもなく余部鉄橋、余部橋梁という山陰本線の中でも非常に有名な鉄橋を通過します。まあだいぶ暗くなっていますけれど、それでも一応景色を楽しむことはできるはずです。日本海の一望する眺めをお楽しみください。この余部駅はもともとはなかった駅で、高い高い鉄橋があったのですが、しかし真下にある集落からその鉄橋へ登ってきても駅を利用することはできず、存在しなかったからね。
だから一つお隣の鎧駅まで通勤通学の人が頑張って鉄橋の上まで登ってきて、列車の来る合間を見計らって山陰本線を決死の通行ということをしたそうです。つまり線路の上を歩いて隣の鎧駅まで向かったそうです。今このように見ると結構な家があります。この鉄橋も観光地として開発されています。余部駅の開業が決まった時、余部の人たちはみんな喜び、地元の若い人たち、子供たちを中心に余部駅を作る材料をかなり下にある崖の下からみんなで一緒になって運んできたんだそうです。だからみんなに作った駅。乗り換え駅、夜の風がひんやり冷ややか、浜坂駅です。まあ、特に言うことはないんですが、せっかくなんで乗り換えの案内もしますか。湯村温泉はバスで20分ほど行ったところ、駅自体も新温泉町というところに属しておりまして、浜坂温泉って言ったと思います。温泉がすぐ近くにあります。まあ、一言で言ってしまえば山陰というのは、海とカニと温泉ですね。まあ、大体この3つ、特に兵庫県の日本海側はそうです。乗り換えなので改札口は出ませんが、上を見ればこれね、カニと湯の町、反対側は多分ありがとうございましただと思うんですけど、お元気でまたお越しください。この駅の看板好きなんですけどね、本当にカニカニカニ、この辺りはとにかくカニだということはもうお分かりいただけたと思います。食べなくてもね、予算の節約になります。よし、鳥取に到着。今時刻は夜8時、夜なら分かりますかね、16分です。今日は早めに休ませてもらおうと思います。今回は天気もかなりいろいろ勘案して旅行しているわけですが、瀬戸内海側はどうも明日雨のようですけれど、この鳥取は明日1日のみ晴れ、それから先はずっと雨ということになっています。鳥取にはよく晴れた日の早朝にしか楽しむことができない素晴らしい景観があると聞きます。私も見たことはありませんが、明日は4時には起きようと思いますので、そうするとネットカフェの利用時間、8時間とか9時間パックっていうのがね、ドロシーであったと思うんですけど、今から10時間で、4時ですから、まあもうそろそろ行っていい頃ですね。鳥取にはありがたいことに割とコストパフォーマンスのいいネットカフェがあります。まあ、そこで滞在すれば明日朝までは快適でしょう。トイレは無料で使う、トイレは無料に決まってる、シャワーは無料で使うことができ、料金も割と安いです。ただし食事をするなら、さっき買ってきたおにぎりは明日の朝のお弁当にしたいと思います。いやでも本当に涼しい、もう秋の訪れを感じます。8月の25日、あ、いいな鳥取。でも鳥取って本当暑いイメージなんですが、利用するネットカフェの料金体系がちょっと特殊で、ここには書いてないんですけど、ナイトパックみたいなのないんですよ。夜間になると割引ってのはありますね。で、9時間パックに12時間パック、この値段で、シャワーとか無料なんですが、じゃあまあ9時間かな、まあ明日のね、4時ぐらいに出発する予定なんで、9時間かなと思うんですけど、でも、12時間パックと9時間パックでですね、それは確か、9時間が、500円、12時間が1000円の、食べ物無料クーポンみたいなのがつくんですね。まあ実際食べ物も高いんで、1000円って言ってもそんなにたくさんは食べられないんですが、まあこの値段で一品何か普通の料理ただで食べられるみたいな感じなんですよ。でそれ考えると12時間滞在しなくても12時間パックで入った方がいいかもしれないんですよね。でそのことは公式サイトに全く書いてないんですけど、まあ、それ不思議なことです。で、私はねこれからの明日の朝、延々と歩いていくんですが、鳥取駅のコインロッカーに荷物を預けようかなと思ったんですけど、そうすると駅のコインロッカーで400円かかりますんで、それだったらもう12時間パックでここにセーフティーボックスみたいな、ね、金庫とかそういうのがもしあるならば、物を預けていってしまった方が安く済むんじゃないかなという気が今しています。ネットカフェってなんかね、ゲームセンターに泊まるみたいであんまり好きじゃないんですけど、好きじゃないけど安いんでね、十分休めるし、まあ、なんだかんだ十分なんです。学割プランってのもあるけど、これは24歳以下の学生限定だから対象ですが、30分55円、安いね、安いけど、でもまああまりこれを利用する意味はなさそうだ。ここ、とにかく安いんですよ。